臨海実習に参加してきました。今回台湾国際大学院プログラムの活動の一環として行われた臨海実習に参加してきましたので、その時の様子をご報告いたします。台湾の東北部の海岸沿いには生物採取にうってつけの長官隊が広がっています。その中でもマガン長官隊と呼ばれるこの一帯は干潮時に生物採取にうってつけの潮だまりが現れます。以前からこの長官隊には興味があったのですが、今まで行く機会がありませんでした。しかしこの3月末に台湾国際大学院プログラムの教員と学生さんたちがこの場所で臨海実習を行うという話を聞き、特別に参加させていただきました。私たちの臨海研究所のあるジャオシーからこの長官隊まで車でだいたい40分ほどかかります。私は皆が到着する前に下見という形で先に現地にやってきて、あちこち歩いてみました。遠目には平らな感じに見えたのですが、足元は非常にデコボコしています。滑りやすいノリもいっぱい生えているので歩くには注意が必要です。うっかり滑ると大怪我をします。このデコボコの原因はおそらく台湾の地質学的特徴によるものだと考えられます。東側の地層が激しく傾斜しているので、このような筋目のようなデコボコがいっぱいできているのでしょう。こういうデコボコにできた潮だまりは生物たちの格好の住処になります。さて皆さん到着しました。私も早速学生さんたちに混じって採取に参加します。この一帯には潮だまり以外にも天石浜もありますので、多様な生物が採取できると期待されます。あいにくの曇り空でしたが、非常に熱心な学生さんたちがサンプル瓶を持って採集に勤しみます。実習に参加した教員の皆さんもそれぞれ目的に応じた生き物を集めます。さて 1,2 時間ほど採集を行いました。ここで皆が採集した生き物を集めて確認します。今回の実習の趣旨に合う生き物だけを持ち帰り、あとは元いた場所に返すことにします。教員の一人が海岸生物の生態学の専門ということもあり、次々と種を同定して必要な生き物だけをより分けていきます。さて作業の途中ですが、あいにく雨模様になってきました。なので一足お先に私は臨海研究所に帰ることにします。山が海に迫った台湾東北部の特徴的な海岸道路を注意しながらジャオシーに戻ります。さて我らが臨海研究所に帰ってきました。採取された生物はこれから様々な実習に使われます。今年から実習のための専用の実験室が使えるようになりましたので、ここで分類や同定を行います。貝類や甲殻類の他にもヒトデなど棘皮動物、変形動物やユムシやホシムシの仲間などが採集されました。これらの生の生き物を使って講義や解説も行われました。この後さらに詳しい種の同定を行いました。しかしその筋のプロの方が見てもわからない生き物がいくつかいたということでした。この台湾東北部の長官隊には思った以上の自分たちの知らない生き物が生息しているのだと考えられます。心躍りますね。ちょうど今回の臨海実習には DNA バーコーディングの実習も組み込まれていたので、形を見てもわからない生き物はその実習の材料として用いました。教員の指導のもと DNA 抽出や抽出された DNA のクオリティチェックなどを学生さんたちが行います。作業は夜まで続きますが、皆が熱心に頑張っておりました。多様な海岸生物と最新の技術を用いた今回の臨海実習、学生の皆さんにとって学びの多い機会になったと思います。そして私にとってもこの土地の生き物についてさらに知識を深めることができ、良い経験をさせてもらいました。ありがとうございました。はい、今回の臨海実習、教員の先生方の努力がありまして無事終了することができました。皆様お疲れ様でした。今回私は少し横からこう見せていただいただけだったんですけれども、今後同じような臨海実習が予定されております。その時は何か面白い実験や実習を考えてですね、やっていこうかと思いますのでご期待ください。今回の動画が皆様のお役に立てば幸いです。それではまた。